前回までの京都在宅殺人事件の概要です。ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンと申します。京都在宅殺人事件、なっちゃんの家から続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、なっちゃん密室トリックを暴いてくれましたんでね、ほとんど私何もしてないという夏子さんの助手みたいな感じですね、もうこのゲーム。さあ、梅雨口が怪しいというなっちゃんの指令のもとに研究所に行きたいと思います。 D 薬品の研究所。お、珍しく誰もいないな。お、調べるチャンスか。梅雨口を探しているんでしょ。今日はもう帰りましたよ。柴田か。もう帰ったと言ったでしょ。えらい怒ってるね。あんた昨日の事件が梅雨口の仕業とでも思っているんですか。しかし彼はいましたよ。怒ってますね。ダメだ。あれ、夏子の家、府警本部、梅雨口の家行けないですね。あれ、社長宅。あれ、もう夏子いなくなっちゃった。梅雨口邸、ここから行けるのか。よし、行くぞ。いますか。まだ帰らないんです。なんで。あれ、梅雨口いないのか。どういうことだ。梅雨口は家に帰ってないぞ。どういうことだろうな。冬美の家。違うな。社長に会えたりして。社長は？残すは西丸ビルか。席を外してる。誰もいないね。どういうことだこれは。
梅雨口どこに行ったんで、なっちゃんもいなくなったしね。柴田が何か隠してるんじゃないのか。ドア、あのドアは非常口です。普段の出入りには使えません。あ、そう、非常口、あそこって言います。非常の場合には鍵を開けて外へ抜けられますが、その鍵は誰が持ってるんだい。非常口の鍵ですか。もちろん梅雨口も持っていますが、でもまさか昨日彼があそこから抜け出したとでも。可能性あるじゃないか。事件をゆっくり考えてみないと。天狗屋です。久しぶりにマスター見たね。さあ推理しようか。京子の自殺はトリックを使って見せかけたものだ。だから誰かに殺されたんだよね。そして梅雨口のアリバイは怪しい。南も怪しいと思ってるんだけど違うかな。梅雨口は密かに研究所を抜け出し、家に帰って京子を殺したかもしれない。非常口ね。それを目撃したのが西川。西川が殺されたのはそのためかも。おっと、よくここがわかるよね。男の人から電話。あ、なっちゃんじゃないのか。誰だ。梅雨口か。なんて、梅雨口です。実は由美子さんのことで。ほう、え、トリックが分かった。じゃあ京子は殺されたと。由美子のことで何だい。男と歩いているのを見たという言ったことを覚えていますね。その男をついさっき見つけたんですよ。男とは。とにかく明日の8時みやびホテルの前に来てくれませんか。おお、これ明らかに都ホテルだ。都ホテルっていうのがあるんです、京都駅に。あなたの力を借りたいんです。いいですね。明日の8時みやびホテルです。ほう、男。梅雨口が話すもう一人の男とは。その男が事件に関わっているかも。そうだね、彼の話に乗ってみるのも一つの手かもしれない。翌朝か。おう、梅雨口。梅雨口は犯人じゃないと思ってるんでね、信用しますよ。僕の勘ですが、あの男は由美子さんの事件に噛んでいるような気がするんです。その男とは。彼はここに泊まっている。おー、なるほど。男はフロントでモーニングコールを頼んでいました。男は出かけるときついていけば何者かわかると思う。一緒についていけということだ。ことか。いいだろう。昨日あの男がこのホテルに入りフロントでキーを受け取るのを見ました。男は508号室にいるはずです。名前、チェックインした名前とか調べとこうよ。遠藤、遠藤。
待っておけばいい？どうやって待っておくんだよ。なんだこれは。分かったけど、どうしたらいいんだい？本当に待っておくのかな？由美子さんから遠藤という名前を聞いた覚えはない。出てきたか。よし行くぞ。遠藤ね。なんだここは。いいしょ。ほう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 。いい食品という食品会社の工場なんですが、実はこの会社は僕のいる会社とはライバル。あ、そうなの。薬品会社じゃないのかい？最近はバイオ産業、つまり医薬品などの開発に乗り出してきた会社。あー、ライバル企業なのか。うん、その話があったよね。彼はこの会社の関係者のようだが、実は谷本部長から D 薬品をやめるように言われていたんです。ああ、言ってたね。ややこしいからやめろと。いうことだよな。あ、そう。なんかいろいろ俺私に頼むけど、そんなに義理は全くないぞ。うん、遠藤の写真です。ああ、お前はどうするんだい。そうだな。だが行ってくるぜ。任したぞ。刈谷警部、昨日夏子さんから電話をもらってトリックのことを聞かせてもらいました。氷を使おうというのはさすがに気がつきませんでした。刈谷警部、全部こっち任せだな。これで京子さんも殺された可能性が出てきたわけです。写真を見てくれます？え、この音が由美子さんと？もし由美子さんと関係のある人なら、あの100万円はその男から払われていたのかもしれませんな。そうか、由美子は産業スパイかもしれんよね。うん、食品会社ライバル企業に対してね、情報を漏らしてたかもしれないね。なるほど。京子が由美子さんを殺したと私は考えていたんですが、京子が自殺でないとすると、全然違うよね。食品会社、企業同士のライバル関係が絡んでるのか。とりあえずその遠藤という男を調べてみます。よし、頼んだぞ。あ、食品会社には行けないのか。なっちゃん帰ってる？帰ってないね。夏子の母親が来ました。ごめんなさい探偵さん、夏子は体の具合が悪いらしくて今日は一人にしてほしいと言っているわ。そうなんだ。
あ、なっちゃんが落ち込んでるのか。っていうことは南が絡んでるんじゃないのか。南が犯人かもしれないと思って落ち込んでる可能性ないかい。ということで南に会いに行こう。飲食品株が推奨株になっている。マジか。まずは期待さんだ。期待さん、俺の株はどうなってるんだい。A 電気、 B 化学、 C 商事、あ、ちょっと上がったかな。 E 食品、はー、 E 食品、最近食品業界でも医薬品の開発をする会社が出てきました。 E 食品でも拡大していますから、成長株だとみなして推奨株にしたんです。現在の価格は1370円です。新商事、お買いになった時は1600円でした。現在の価格は1590円ですね。南です。ちょっと待ってくださいよ。いい食品を買わないんですか。だから買わないって言ってるじゃないか。うわ、マジかこいつ。うわ、こいつ詐欺や。絶対にいい食品を買わないと逃げられなくなってる。これ横暴ですね、こいつ。期待、ひどくないですかこれ。皆さんもこの証券マンには気をつけてくださいね、これひどすぎるぞ。逃げられないマジか。売るしかないのか。じゃあ、分かった、いい食品買うよ。もう買う買う。ひどいなこれ。詐欺みたいなもんですね。うわ、損したじゃないか。もうお前とは口聞きたくない絶対にいい食品買わないといけないの。うわー、ひどいな。お前の顔はもう二度と見たくない。南、東次長から事件のことは話さないように言われているんです。なんだと。顔しやがってこの野郎。ひどい目に遭いましたねこれは。露口、家に戻ってるかい。よし、おお、よく生きて帰ってきたな露口。遠藤はあれからもつけてみましたが見失ってしまいました。こら、何やってるんだ露口、しっかりしろ。ところで僕なりに今までのことをよし聞こうじゃないか。今まであなたには言わなかったが、実は僕は
老人ボケの新薬の研究をしていたんです。あ、そう。これは各企業が必死に開発を進めているもので、成功すれば画期的なものです。アルツハイマーとか、まだね、2015年現在も特効薬みたいなものはないですからね。1980年代なんかもっとないですよね。西川と遠藤のつながりね。なんで東京から来たってわかるんだい？ああ、飲食品の本社は東京。そんな偉そうに言わなくてももうそう思ったけどね。だから E 食品が怪しいよね。 E 食品に乗り込もう。僕が浮気をするように仕向け、そこまで夫婦の関係を裂き、そこで引き抜きの話を持ちかける。あ、それもプラスして全部っていうことか。そういう筋書きだったんです。本当に恋に落ちてしまう。それはいいんじゃないかい。殺しまではやらないと思うけどな。スパイっていうのはね、いくらでもあると思うけどね。はい、一旦ここで区切りたいと思います。いろんなことが分かりましたね。由美子さんと E 食品、舞台は E 食品に向かっていくでしょうね。そしてなぜなっちゃんが陰謀で倒れたかっていうのがね、南が一枚噛んでると思うんだけどな。もしかしてもう南とか脇役だったりしてね。そうですね。その遠藤という男、そいつを次回追いかけたいと思います。刈谷警部、もうちょっと頑張れ。それではまた。今回までの捜査メモです。ご参考まで。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。